こんにちは。ここは私のホームグラウンドですけれども、神奈川県横浜市鶴見区です。すぐ左側に京浜急行の高架線といいますか、まあ、これから高架線が立ち上がっていくようなね、こういうところがわっと広がっていて、またさらにその先に全部コンクリで囲われちゃってますけれど、上げれば見えるかな。ちょっとパッと見てみますか。多分今何か映ってたと思いますけど、右にですね、東海道貨物線と、それから高島貨物線と、あとは東海道本線と、それから品格線、横須賀線の線路などがずらっと並んでおります。東海道線がいっぱいあるところですが、この真上にももう一個線路がありまして、これが鶴見線です。鶴見線のご紹介、この動画は2作目ということになっております。全部私が個人的に面白さとしてはナンバーワンだと思っております。まだ JR の路線の中では鶴見線で、それを本気でね、今回はしっかりと特集しておりますから、ぜひ見ていただければなというふうに思います。今回は今度随分とレトロ感のあるところですが、なんだ、国道駅か、国道という駅をご紹介させていただきます。このね、昔ながらの昭和的な伝統、なんか曲がっちゃってますけれども、これもまたなかなか、これ自体すでにもう大変興味深いところです。国道駅周辺の様子はもう開業してからほとんど変わっていないんじゃないかと思います。この辺りが完成したのは確か昭和5年だったかなと思いますけれども、その頃からこの高架線はずっとここにあって、その下にこのように家などがいろいろ入っていたということで、基本的には構造は変わっていないようです。ちょうど今上を、ね、205系電車がガタガタと音を立てているところ、なんとも長屋的な佇まい、多分本当に長屋ではないと思うんですよ、一軒家だと思うんですけど、人ん家ですからあまりまじまじと映すことができませんが、ここなどすごいな、今はどなたもお住まいではないようですけれど、ほーと思っていると、そろそろこんな感じで向こうに見えてまいりました。国道駅です。入り口あんの分かりますかね。奥に見えております、あちらが JR 東日本国道駅です。入り口です。なんかすごい雰囲気、中が暗くてね、どうなってるのかよく分からない、ホラー穴のような駅です。ちなみに国道という駅ね、なんか国道何号線みたいな、そんな駅名だなと思うじゃないですか。それはですね、ここにこのように国道15号線が通っているから、それで国道駅となったわけでありまして、あまりにも適当すぎるネーミング、鶴見線のネーミングのセンスはどれも光るものがあり、ここから先も基本的におかしな駅名ばかりです。本当に国道、横浜市内の国道なんでね、人通り活発なんですよ。だからあんまり自撮り棒みたいなの持ってまじまじと撮ることは難しいかもしれないんですけど、短い時間でなんとか頑張って説明したいと思います。まあこんな感じでありがちな JR の看板も立ってますが、ちょっと雰囲気があまりにも異様すぎるわけですね。まず早速この上、何やらこの緑色の網が張ってあります。この時点で破壊力抜群なんですけど、壁に穴が開いているのが見えて、それを補強しているようです。なんで補強してるのかっていうと、これ太平洋戦争の終わりぐらいに B-29 がやってきて、ここで直接機銃掃射をして、帰っていった、その時の後なんだそうです。つまり銃撃を受けた、それがまだそのままここに、そのままの状態で残っているということでしょうか。上のあたりはちょっと補強しているようですけどね。機銃掃射の後はこればっかり有名なんですけど、多分角度的にね、誰もネットに注目してる人、取り上げてる人いないんですけど、多分これもそうなんですよね。ここにこのようにボカボカボカと穴が開いてますけれど、これもそんな感じですよね。弾の角度からしてあっちから撃ってきたわけでしょ。多分あそこと、それからここに命中したと、まあそんなところかなと思います。でこの木製の壁ですけれど、この壁にもですね、貫通して穴が開いておりまして、いや、つまりこれも多分その頃からあったわけですよね。まあ間違いないか。今でもそれがこのように普通に残っていて、また駅構内もどことなく異様な雰囲気というか、なんか匂いもね、病院みたいな匂いがするんですよね。なんていうのかな、ちょっと鼻にツンとくるような匂い、すごいところだと思いませんか。これ JR の駅ですよ。これすごいのがね、この住宅車っていうのかな、こことか普通になんか営業してるらしいんですよね。この奥にも焼き鳥屋さんとかありますけど、営業してまして、ここの酒屋さんとか、ここは営業してないのかなと思ったら、出入り口ですとかね、ゴミは捨てないでっていう風に書いてあるから、やっぱりなんか普通に使ってるらしいですよね。自動販売機も普通に、ね、さっき鶴見線の列車がまた1本来たんですけど、お客さんもそれなりに乗り降りをしている、そんなところでした。いや本当にすごいところだな、不思議な匂いがしてきます。ここも焼き鳥屋さん、焼き鳥国道下と書いてありますね。いろんななんか国道のシールが勝手に貼ってあるの見えますね。見えるんですけど、焼き鳥屋さんももうこの時間から提灯を照らして、のれんもかかっております。こっちは国道駅のトイレ、このトイレとかいつからあるんですかね。
ちょっとあのホールの中の様子も異様な感じで、男女共用なようですね。今時ではなかなか見られないロックなトイレですよ。あのトイレの中はあんままじまじと映すのはあれだけど、男性用の小便器がはっきりここから、ね、見えるような感じになっていて、女性はもし男性が用を足していたらその横をちょっと締めがちにして通過していくと、まあ、そんなところなのかなと思います。いややっぱすごいですね、これ上のあそこなんかちょっと昔ながらの入って、昔あそこに田中電球みたいなのを持っていたんでしょうかね。これですね、これはあとは多分一般家庭なんですよね。これ駅直結のお家に住んでいたということなんでしょうか。今ではここに住んでる人はあまりいないようだけど、こんな便利な立地だったら住みたい人いるんじゃないの。だって鶴見まで1駅3分ですよ。朝の時間は本数だって多いしね。なんであんま人が住んでるようには見えないけど、でも意外と住んでたりするんだろうな、こういうところにね。これなんかもう LED になってるけど、そのもう発想は裸電球そのままじゃないですか。わかりますこれ。ちょっと一回自撮り棒を縮めてですね、これでご覧に入れますけど、すごいな、裸電球が LED になってるの初めて見たよ。裸 LED か。へえ。まあ前も一回ここ来たことはあるんですけど、ね、2回ぐらい来たことは実はあるんですけど、でもなんか来るたんびにね、私も前のことを忘れたりしてますんで、おおと思って感動することは結構たくさんあるんですね。国道駅を抜けるともう普通の街の雰囲気なんですよね。別段特に何もない。まあこの窓とかやっぱすごいけどね、この割れ方も、これは多分機銃掃射は関係ないと思いますけど、外はこのようなところなんですが、この駅のところだけが本当に異様な雰囲気になっています。このちょっとね、自転車が集中的にこう置かれてるっていうか、駐輪はご遠慮くださいとか書いてあるのに普通に置かれているっていうのが、またちょっと雰囲気の異様さをかきたてているところはあるんですけど、でもこれね、またウィキペディアの写真なんかちょっと見ますか。これウィキペディアの昔の写真ですね。国道駅、なんだ別に今とそんな変わってないじゃないかと、まあ、確かに雰囲気は今と全く変わっていない、その点は素晴らしいんですが、しかしよく見てみますと全然違うところがあります。こうパッと見るとね、これ階段の写真なわけですけれど、階段これ違いますよね。左右対称ですよね。この階段一体何の階段なんだとやっぱ不思議になるわけです。ちょっとおかしいぞと思いますが、これは多分ね、私の考えでは多分これですよね。この、 あの板で貼られているこの裏側におそらくは階段が隠されているんじゃないでしょうかね。だから多分その当時の写真はね、この角度でこういう風にして撮影したものだと思われるんですけれども、まあ、これを少しこのように引きましてね、でそれでこっちとこう見比べると、まあ、大体同じような雰囲気ですよね。この裏は確かにもともとは随分空洞っていうか、なんていうの、吹き抜けというのかな、そのような構造にもなっていたようですし、でその中にさまざまなものを入居させるか、こういうね、あの酒屋さんとかそういうのを入居させたりするうちに、まあ、ここ壁が塞がれていくということになったのではないでしょうかね。この裏に何があるのかってすごく気になりますけれど、まあ、JR としてももうこれの裏を開けるなんてことはしたくないぐらいに中はやばいことになっているんじゃないでしょうか。じゃあそろそろそしたらばまた上の方も上がっていきたいと思います。あとは一眼レフカメラを持ってきたから、ちょっと写真を撮ってからね。なお鶴見線は基本的に鶴見駅以外は全部無人駅になっております。まあ、だからね、あの改札のところは何もないので、スイカの簡易改札にタッチしてそれで乗り込むということになるわけです。これがね、さっきこの上のところをこのようにして橋が通っておりまして、でこれでこのさっきいたところからこう登ってこられるというわけなんですが、確かに見てみるとあれですよね、ここ絶対階段ありましたよね。あ、反対側の列車もちょうど来たみたいだからあれですけど、この見てください、こう後でこう埋めた感のあるこの壁ね。お、絶対後付けでここに階段ありましたよ、間違いないわこれ。電車1本行っちゃったから、ちょっと待たないといけないかもしれないですね。たった今ね行ったばっかりなんですよ。これは反対方向の列車ですけど、お、混んでるな。東芝からも帰ってます。ちょっとネタバレになっちゃいましたけどね、ここから先あの東芝の敷地の中とかにも入っていくことがありますんでね。今ね17時30分なんですけど、次は17時38分か、微妙だな。海芝浦行きだから乗っても問題はありませんが、次の駅は鶴見大野までの距離もそれほど大したことはないのですが、さっきスイカで改札を通ってしまったからね、だからあの改札であのもう取り消せないじゃないですか、改札入っちゃったら駅員さんがいるわけじゃないから、だから電車乗らないといけないと思うんで、その入場の記録をちゃんと切るためには、結局これから鶴見大野まで一駅歩いて行ったとしても結局、ね、あの乗ってもいないのにピッとタッチしてそれで運賃払うみたいなことやらないと、このスイカ使えなくなっちゃいますんでね、うん、それだったら乗って行った方がいいでしょうかね。
じゃあまあ大体こんなところでよろしいでしょうか。国道駅のご紹介をさせていただきまして、次はまた一つお隣鶴見大野で、ご紹介をさせていただければと思います。だんだん太陽が西に傾いてまいりましたけれども、本日はね幸いなことにもう6月、本日で4日になっているのかな。だんだんと日が長くなってきた時期でありますので、まだまだ楽しめますし、日が沈んでからもお楽しみがありますから全然問題はないというわけです。こんにちは、当駅は JR 東日本鶴見線の、国道駅です。今上からね、こんな国道駅ってのはちょっと雰囲気が怖いところですから、上から音がして何だと思ったら、ごめんね驚かして、悪かったです、すいません、あ逃げちゃった、ごめんね、一人にさせちゃって悪かったね、ちょっと映ってもらえればよかっただけなんですけれども、ただいま鶴見線の駅を各駅下車をいたしまして、そして皆様にご紹介しているところ、起点の鶴見駅をちゃんと紹介してないんでね、問題だというふうな気もするんですけれども、まあ、ともかく、一つまず最初の1駅目、もうすでに廃止となってしまいました本山駅、続いて当駅国道駅をご紹介いたしまして、次の駅は鶴見小野駅です。鶴見国道鶴見小野、その次は安全だったかな、多分そんな感じになると思います。基本的には神奈川県横浜市に属するところですが、ところどころ川崎市に属するところもこれから先ありますけれども、 JR の旅客営業制度その上では全て神奈川県の横浜市内の駅ということで登録をされております。ここまではまだ一応一本道だったんですけれども、ここから先鶴見線はどんどんと複雑になっていく、そのようなところです。まず見ていただくと分かるんですが、鶴見から鶴見用の、そして弁天橋、浅野と進んでいって、浅野から路線が分岐しており、またこの安全でも何やら分岐しているものがあって、武蔵白石でも何やら分岐しているところがあって、大木町は分岐とは言いませんけれども、このようにくねっと曲がっております。つまりこの辺りに作られた不当といいますか、埋め立て地それぞれに鉄道を通しているというわけです。そしてこの鶴見用のところだけ鉄道がないのかというと、実は今ではないんですけれども、昔このように通っていたものがありまして、つまり本当に全てのこの島々に鉄道を通していたということになります。この先ですけれども、駅名を忘れてしまったんですが、この辺にですね、川崎貨物駅というのがありまして、その川崎貨物からまた線路がちょっとこちらの方へ外れてきて、また別のところにも列車が来ているということがありました。あちらは反対側、上り列車鶴見行きです。同じような要領で今度下り列車の、基本的には鶴見線の終点というのは扇町駅になるのですが、しかしただいまの時間帯は扇町駅方面へ行く列車よりも大幅に途中の海芝浦もしくは大川へ行く列車ばかりです。さて、あのようなね、こんなローカル感漂う鶴見線ですが、私も多分車内からあの人は何をやってるんだと思って見られてると思いますけれども、ものすごい混雑の様子を見せております。なんでこんなに混んでるのかというと、話は簡単でして、この先に東芝の工場があるからです。海芝浦、ここもともと東芝っていうのは東京芝浦電機でしたっけ、まあ、そういう会社だったわけですけれど、その東芝の工場などがこの辺りにはありまして、そこから退勤をされた大勢の方たちがもうちょうどそういう時間ですからね、この列車に乗って線路をきしませて鶴見駅方面へ帰っていくというわけです。まあ、別に東芝と言いましたけど、東芝社員だけではありません。鶴見線を利用するのは、この辺りは京浜工業地帯のその根幹を成しているエリアですから、工場でお仕事をされている方とか、まあ基本工場ですけどね、東芝だけではなくて、あの大企業としては JFE とかなんとかいろいろありますね。列車の運行本数を見てくださいね。昼間の時間帯だけやたら少なくなっております。真昼間仕事をサボって電車に乗る人などいないからです。海芝浦駅下り列車の普通列車がやってきました。ものすごくね、足元が空いてるんですね。早く乗らないと閉まっちゃいます。意外にも伏線でして、ちゃんと列車が、ね、上下方向で行き違いできるようになっております。ローカル線の感じがしましてね、乗り心地も大変に悪く、線路の草もろくに取り払われていないというところがこれからどんどん増えますが、しかし基本的には伏線でちゃんと走っております。大したもんです。駅と駅の間隔は異常に短いもので、基本的に今カメラを回していた時間が所要時間というふうに考えてもらえればいいのかなと思います。鶴見小野駅に到着しました。この鶴見小野もまた木製の屋根だとね、随分古そうな感じですけれども、まあ、しかし一応利用者はそれなりにいるようなところ、まあ、どこも利用者はたくさんいるんですけど、まだ鶴見の街中という感じです。